はい、お見事。今ので追ってきてたのは全部かな？退屈。肩慣らしにもならないな。次に行くぞ。おお、スルム殿、いつになくやる気だね。勢いづいているところ悪いが、お前たちにはすぐに向かってもらいたい場所がある。向かってもらいたい場所。鎧の予備、私たちが取りに行けばいいのか。いいや、違う。それは私自ら回収する。じゃあ、おとりを増やすのか。しかし、これ以上分散するのは。おとりは私一人で続ける。お前たちは今すぐアガスティアを離れる。はあ、まさかとは思うけど、それ僕たちの身を案じてとか、そういう指示じゃないよね。当たり前だ。お前たちにはすぐに向かってもらう場所がある。あれ？どうしたの、スルム殿、怖い顔しちゃってん。あ、スルム殿が怖い顔してるのは普段から。いったー、スルム殿、なんかこれいつもよりいいんだ。ドランク、お前間に合うと思うか。うん、あー、まあそれは賭けだと思うな。僕は間に合うかどうかって言っても、実際あとどれだけ時間があるかもわからないわけだし。賭けか。なあ、お前は聞いたよな。この指示が私たちの身を案じてのものなんじゃないかって。あれ、信じるか。私にはこの賭けがどうにも分の悪いものに思える。だから、もしかしたらあの人はまた私たちを。スルム殿ってさ、ギャンブルとかあんまりやったことないでしょ。は？それがなんだ。賭けってのはさ、勝てるか勝てないかで賭けちゃ面白くないと思うんだよね。何に賭けるかはやっぱり客観的な事実より自分自身の直感で選ばなくっちゃね。お前、そう言って前にジュエルリゾートでボロ負けしてなかったか。まあ僕は理論派っていうの、実体験の積み重ねから次の出来事を予想するタイプだからさ。ただあの人はやっぱり直感派なんじゃないかな。剣を交えた相手こそ信用するなんて、ほんとつくづく熱血だよね。どうだか、あいつらが当てになればいいけどな。大丈夫じゃないの、実力は折り紙付きだし。それにほら、おいらがなんか勘違いしてんのか。いや、
確かにあの場を任せてきちまったと思うんだが。無事テートより脱出なされたようで何よりです。どういうこと？あの後すぐに帝国から逃げてきたの？団長さんたちはこの方と面識があるんですか？面識があるも何も、こいつはアガスティアで我々に全てのことの真相を明かし、その後帝国兵から我々を逃がすために奴らに捕まったものだと思っていたのだがな。聞けば聞くほどおかしな状況だな。彼がグランサイファーを訪ねてきたのはアガスティアで君たちと出会った頃のはずなんだが。おいおい、まさかとは思うけど何か企んでんじゃねえよな。でもこの人アガスティアで私たちのこと助けてくれたし、団長さんたちの元へ駆けつけることができたのも彼が隠し港を教えてくれたからですね。ってことは一応敵じゃねえのか？どうだ、貴様の方から何か釈明はあるのか？私があなたたちに説明できることはあまり多くありません。しかし私が嘘を言うことはありません。これ以上はあなたたちが判断することです。まさかとは思うが、大将さんも聖少女ってことは？その可能性はないわね。それについては私が保証するわ。けどそうね、あなた言ったわよね、エルステの歴史と誇りに代わって私たちにお願いがあるって。その通りです、二言はありません。嘘ね、それは。変わるまでもなく、あなたこそエルステの歴史と誇りそのものだわ。そうでしょ？それは私には肯定しかねます。私はエルステを作り上げてきたものではなく、エルステが作り上げてきたものですから。だからこそ私はエルステを守らなければならない。エルステの誇りとその民を。私は私についてあまり多くを語ることはできません。しかし改めて私はあなたたちにエルステの最後をお任せしたい。どうかあなたたちの手でエルステ帝国に引導を渡していただけないでしょうか。この際貴様がどういった存在であるかについてはもはや何も問うまい。しかし貴様に頼まれるまでもなく、私はあの女を止める。どんな手を使ってでもな。あの女の計画は放っておけば帝都の住人だけでなくこの世界そのものを壊しかねないからな。まあ確かにこのまま生還しているわけにはいかないな。フリーシア最小のやろうとしていることは結果的に空の全てを巻き込む。この空に生きる以上誰一人として傍観者ではいられないさ。だな、むしろ俺たちも巻き込まれちまうってのに止めに行かねえ理由がねえよ。このままじゃ世界が大変なことになっちゃうのは時間の問題なのよね。そうさな、その時間だってあとどれだけあるか分かりやしねえ。多くないことだけは確かでしょうね。むしろ今回の大将さんの造反で計画を早めるかもしれないわ。世界の危機が目の前に迫り、それを止める方法を知っている以上無視するわけにはいきませんね。なあお前はどうする？おい、もうそれっきゃねえんだよな。このままじゃ放っておいても大変なことになっちまうんだから。
黒騎士さんはフリーシアさんを止めて、それでどうするんですか？どうするとは？フリーシアさんを止めて、それでその後はやっぱりオルキスちゃんを。ルディア、そっか、黒騎士が欲しい星晶銃は今西条さんのところにあるのよね。黒騎士さんはオルキスちゃんをどうするつもりなんですか？私はアポロ。私はオルキスを、彼女を蘇らせたい。彼女の笑顔に、あの微笑みに、また会いたい。それだけだ。そのためにお前たちと決別する必要があるのなら、私は喜んで刃を交えよう。黒騎士さん、そんな。でもあの時オルキスのこと大切なものだって。大切には違いないさ。私の悲願には欠かすことができないからな。そういう意味で大切って言ってたの？あの時オルキス嬉しそうにしてたのに、そんなのって。いいよ。私たちはどうあっても、いずれ決着をつけねばならないのか。でも今はひとまずどうやってフリーシア最初を止めるかを考えませんか？ここで争って時間切れになってしまっては元も子もないですし。ああ、まずは目の前の問題が優先だ。ってことは向かう先はアガスティアだな。さっき逃げてきたばっかだけどよ。帝国軍の紹介の範囲も広くなっているかもしれません。魔物以外にも戦艦にも注意して慎重に進んでいきましょう。出直してき。しかし、あの西翔さんの計画を止めるとは言ったものの、さすがに俺たちだけじゃ正面切っては戦えねえよな。帝国はアガスティアに万単位の兵を駐屯させているはずです。団長さんたちが戦ったのはおそらくそのほんの一部ですね。
うげえ、姉さんたちが駆けつけてくれなきゃオイラたち本当にヤバかったよな。あれでほんの一部っつうのは分かっちゃいるが気が重い話だな。おい、あら、何もみんなの相手をしてあげる必要はないんじゃない？本命だけをまっすぐに狙っていけば少しは楽なんじゃないかしら。本命つうと？あの女が作らせているという装置だな。それさえ潰せば奴はアーカー社を起動できなくなるはずだ。聖少獣デウスエクスマキナと魔性を利用した対都市エネルギー変換装置、通称リアクターは帝都中央の帝国府官邸に設置されています。タワーか。タワー？アガスティアの帝国府官邸のことだな。その形状からタワーと呼ばれることもあるんだ。あそこにそのリアクターとやらが設置されているのなら分かりやすいことこの上ないが、リアクターの場所を知っている貴様が造反した以上、奴はリアクターをどこかへ隠すだろうな。いえ、それは不可能です。何？リアクターはその装置の性質上おいそれと移動できるものではありません。またタワー以外に設置しては帝都全体を降下対象に収めることができなくなります。ってことは帝都に入り込みさえすりゃ、あとはひたすらタワーを目指して進めばいいというわけか。そんならあとはどうやって帝都に入り込むかが問題だな。みんなで変装していけばきっとなんとか。無理だな。我々が一度入り込んだことで連中も警戒を強めているはずだ。乗り合いの気空艇といえども一人一人人相の確認くらいはしているだろう。そちらは問題ありません。帝都への侵入ルートは私が指示します。まずは戦艦の射程距離に入る前に気空艇の航行高度を限界まで下げてください。限界までって、浮力消失高度ギリギリまでってことか？その通りです。半端な高さでは哨戒中の小型艇に見つかってしまいます。浮力消失高度って、そんなに低く飛んだらグランサイファー落ちちゃわない？面白いじゃねえか。少しでも気を抜きゃ空の底まで真っ逆さまってな。操舵士の腕の見せ所だぜ。任せろよ、きっちり限界ギリギリを飛んでやろう。ラカム、いつになく集中してるわね。そうね、でもとっても凛々しい顔だわ。頼むぜラカム、俺たちが帝都に忍び込めるかどうかは今お前の両腕にかかってんだ。
あれ、帝国の船？うん。あ、おそらくそうだろうな。おいらたち、今本当に戦艦の真下を飛んでるんだな。アガスティアは上下に広がりのある島です。これから向かう隠し港はその最下層。その中でも特に人の立ち寄らないエリアにあります。この港はその存在すら軍の公式記録にも記載がありません。ここならば安全に入港できるはずです。記録にも記載がない？ではどうしてそんな場所に港が？アガスティアの工事中に使われていた資材搬入用の港です。工事完了後には取り壊す予定だったものが不手際で残ってしまっていたようですね。けどすっげえな。なんでそんな港のことまで知ってんだよ。私の仰せつかっていた任務はアガスティアの管理および帝都の防衛でした。アガスティアは島全体に何度も工事を施しているため、こういった港がいくつかあります。知っておきながら取り壊しもせず記録にも加えないなんて、随分と抜け目ないのね。アガスティアの管理および帝都の防衛はフリーシア最小より仰せつかった任務です。しかし私の存在意義そのものはエルステという国を、その国民を守ることにあります。そのためにはこういった隠し港も必要であると判断したまでです。今回はその判断に助けられちまったな。さあ見えてきたな。それに戦艦の連中がこっちに気づいてる様子もねえ。島に近づいたとはいえ、この辺りじゃまだ魔物も出やがるが、静かに慎重に行こうぜ。はどうしたか思い知ったか。悲しむ。出直してた。お？見えてきたな。あれがあんたの言ってた隠し港か？はい。他に停泊している船もありませんので、このまま港に寄せてください。了解っと。オルキスちゃん。オルキスちゃんは、黒騎士さんが怖くはないんですか？どうして？だって黒騎士さんは、オルキスちゃんは、私たちが船を離れるときに大切なものって言ってたから、少しは変わったと思ってたのに。一緒に戦って悪いやつじゃないのかもって思い始めてて、なのに本当バカみたい。もう。アポロ、悪く言わないで。オルキス。アポロは悪くない。それにアポロは私にとって大事な人だから。アポロの
ずっと願ってたことが叶うのなら、私は、それを応援したい。でも、それって、最終的にはあなたのことを。わかってる。でも、平気。もともと、不自然なのは、私の方。だから、私が生まれるようなことがなければ、きっとみんな、誰も困ったことにはならなかった。そんなことないです！私は、オルキスちゃんに会えて嬉しかったですし。でも、私が生まれなければ、私が生まれることになった、あの事故がなければ、オルキスはそのままで、アポロも悲しい思いをしないで、帝国だって生まれなかった。きっと、オルキスのお父さんとお母さんが、平和なエルステ王国を続けてたと思う。それはそうかもしれないけど。でも、その事故が起きたのは、オルキスのせいじゃないじゃない！でも、私は、良くないことの結果で、今ここにいるから、あの事故で失ったものを、少しでも取り戻せるなら、私は、それに協力したい。オルキス。オルキス、私は。